北不島駅は、兵庫県神戸市中央区港と中町2丁目に位置する、神戸新港ーポートアイランド線の駅である。駅番号は、PL09。短式ホーム一面一線を持つ、高架駅である。中高円方面に向かって、右側に、プラットホームがあり、中高円、三宮方面の列車が発着する。逆方向や神戸空港駅行きの列車は発着しない。 ため中布島駅、神戸空港駅方面に向かうには、次の中港園駅で乗り換える必要がある。駅舎は2階がコンコース、3階がプラットホーム。改札内にはエレベーター、エスカレーター、多目的トイレなどがある。道路を挟んだ駅東側歩道と駅西側の北布島デッキプラザまでペデストリアンデッキによって結ばれている。この北布島駅ビル内に、 エレベーターが設置されている。日中時間帯は1時間あたり6本発車する。朝ラッシュ時は約4から7分間隔で発車する。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。PTM、ポートターミナル、三宮駅を発車した、当駅を経由する列車は、中高円駅まで北不島駅として、港島駅と市民広場駅は北不島経由。 三宮駅として案内され、単線区間の南公園駅以降は、三宮駅として案内される。なお、神戸空港駅方面が開通するまでは、三宮駅から、ポートターミナル駅では、ポートアイランド方面行き、中公園駅では、三宮行きとして案内され、当時は、市民病院前駅より、単線区間であったため、そこから三宮行きとして案内されていた。また、 全線均一運賃であったポートライナーの定期券には三宮北不当と記載されていた。2019年度の1日あたりの平均乗車人員は855人で、神戸新交通の駅では第17位、ポートアイランド線では第11位。1989年以降の年度別1日平均乗車人員の推移は下記の通りである。 進行方向を向かって右側が不当になっており多くの倉庫やコンテナヤードが並ぶ。ありがとうございます。